ですか。はい、休憩前に引き続き会議を開きます。議長に代わり私が議事を進めます。一般質問を続行いたします。次に本間俊恵議員の発言を許します。23番本間俊恵議員。はい、23番本間俊恵です。質問に先立ちまして、昨日早朝に能登半島に余震とみられる震度5の5強の地震が起きました。工期解体が進まない、復旧も日常も取り戻せない状況の中で再度の大きな地震が起きたことに対してお見舞いを申し上げるとともに、被災した地域皆様に対して最大の支援を求めていきたいと思います。それでは通告に基づき5問質問いたします。1、気象防災アドバイザーの採用について。気象防災アドバイザーとは地域や自治体の防災の現場で即戦力となるものとして、気象庁が委嘱した防災の知見を兼ね備えた気象の専門家です。自治体に自らのリソースとして活用することで、気象台では手の届きづらい部分までよりきめ細かな支援を期待することができます。近年異常気象による豪雨災害が頻発化しています。ここで異常気象とは過去に経験した現象から大きく外れた現象であり、今後地球温暖化等の気候変動により世界的異常気象が増加する可能性が指摘されています。昨年の6月2日、三河地方各地に大きな被害をもたらした記録的豪雨において、豊田市街地では2日午後1時までの1時間に35ミリの雨を観測し、道路の冠水などの大きな被害が発生いたしました。この時、豊田市では前日の1日のうちに市立学校の臨時休校を決め、2日には市内全域に避難指示を発令するなど、豪雨に見舞われる前に最大の警戒態勢を取りました。市がこうした態勢を取った背景には、5月31日昼ごろ、豊田市の気象防災アドバイザーからの台風の接近に伴い、6月2日から1時間に50ミリの非常に激しい雨が想定される、線状降水帯が形成される懸念もあるとの助言でした。この気象防災アドバイザーの長年の知見と気象台の情報をもとにした助言を参考に、市は翌6月1日対策会議を開催、市民の命を守るため市立小中学校など計104校を2日に臨時休校する方針をいち早く決めました。2日にはアドバイスが的中し、県上空に線状降水帯が発生、激しい大雨により河川の氾濫や土砂崩れが相次ぎ、市内で100軒超の建物などに被害が出ました。一級河川の矢作川も氾濫直前まで増水しましたが、学校の休校に加え、市が2日午後に市内全域に避難指示を素早く発令するなど、最大の警戒態勢を取った結果、人的被害はゼロに抑えられました。私たちの地域においても、異常気象による災害が発生する確率は年々増加していると言えます。その異常気象による災害を事前に予測して、適切に対応することにより、地域住民の生命や暮らしを守ることは、自治体の大きな使命であります。そこで、我が地域においても、気象防災アドバイザーを採用し、異常気象による豪雨災害等に対して、災害発生前からの適切な対応が取れる体制の整備も重要だと考えます。私が令和3年第1回定例会で一般質問したときに、気象庁東京管区気象台の気象台ホットラインでアドバイスをもらっているが、近隣他市の状況も踏まえながら調査研究していくという市のご答弁をいただきました。その後の対応と見解をお伺いします。大きな2番、大規模災害に備える携帯トイレ等の備蓄の推進について、
大災害発生に備えるトイレについては、令和元年の一般質問から指摘要望を続けていますが、この5年間でどの程度改善されているのでしょうか。災害はいつ、どこで起きるか分かりません。能登半島地震の教訓の一つとして、人間の尊厳や命にも関わるトイレの問題が顕在化しました。能登半島地震では、国によるプッシュ型支援により工事現場にあるような仮設トイレの各地の避難所に届け始めたのは、発災から4日目以降と伺っています。つまり、発災3日間は自治体で携帯トイレ等を確保しなければならないということになります。トイレが不足することにより、特に高齢者は飲食を控え、体力が減耗し、エコノミー症候群になる方が増加するなど、二次災害が懸念されます。災害時のトイレ環境の改善は、災害関連死を防ぐために、不可欠な取り組みであり、被災者の命を守る取り組みとして重要です。1、携帯トイレの備蓄の現状と今後について、今回の能登半島地震が発生した被災地にある石川県では、約2.5 万回分、木曽路自体ではでも約 8.3 万回分の携帯トイレが備蓄されていましたが、全く足りず、発災当初は大変な問題になりました。急遽政府により約100万回分を超える携帯トイレが追加で供給されたと聞いています。実際、消防庁地方防災行政の現況でも、自治体における携帯簡易トイレの備蓄は必要量に達していない状況にあります。今回の能登半島地震では、仮設トイレの目標50人に1基達成まで10日程度かかっており、初期対応に携帯トイレ、簡易トイレ等を一定量備蓄配備しておくことが必要です。特に重要なのが携帯トイレの備蓄であります。初期にしっかりと通常のトイレにおいて携帯トイレを使用することで、通常のトイレが使用可能な状況となります。逆にここで携帯トイレの備蓄がないと、発災直後には水が使えない場合が多く、便があふれてすぐに通常のトイレが使用不能となるといったことが、今回の能登半島地震でも多く見られました。そうなると携帯トイレを使う場合を新たに設置しなければならなくなりますが、初期に通常のトイレにおいてしっかりと携帯トイレを使用することで、安心な環境、通常のトイレで携帯トイレを使用し続けることができます。また携帯トイレはコンパクトで備蓄に場所を取りません。そこで能登半島地震での教訓を踏まえ、今後の災害に備えて想定される最大避難者数などをもとに、携帯トイレの備蓄計画の見直しと同時に必要数を調達すべきと考えますが、必要数に対する備蓄の現状と今後の方針についてお聞かせください。併せて、通常のトイレ施設が使用不能とならないように、発災直後の適切な携帯トイレの使用方法等を各避難所の運営マニュアル等に反映する必要があると思いますが、見解を伺います。2、介護や障害福祉施設における携帯トイレ等の備蓄について、災害時のトイレの問題で特に影響を受けられる方が高齢者などの介護が必要な方々です。厚生労働省は高齢者介護福祉施設に対する業務継続計画 BCP において携帯トイレや簡易トイレの備蓄を求めていますが、残念ながら今回の能登半島地震でも介護福祉施設でのトイレの問題が発生したと伺っています。こうした教訓を踏まえ、地域の介護福祉施設での携帯トイレ、簡易トイレの備蓄等の状況を速やかに確認し、介護福祉施設における携帯簡易トイレの備蓄を支援していくべきと考えますが、見解を伺います。3、断水時にも流せるトイレ、手洗い場、シャワーについて、過去にも紹介と要望をいたしましたが、災害で水道や電気が止まっても水洗トイレを継続し使える、洗浄水循環システムの導入についてです。調布市は現在、調布駅前広場に整備中の公衆トイレにこのシステムの導入を進めて、来年4月の供用開始を目指しています。これは民間企業が開発したシステムで、蓄電可能なバッテリーで稼働し、水で流した汚物を固形分と水分に分離、固形分は
密閉状態でゴミとして回収し、水分は浄化処理した後に水洗用に再利用するもので、市環境政策課によると、この過程で汚物量は通常の10人分の1に削減できるとのことです。トイレ環境の整備は命を守る取り組みに通じるため、多摩市においても駅前の公衆トイレや公園のトイレ等の整備を積極的に検討すべきと考えますが、見解をお聞かせください。4、各家庭での携帯トイレの知識と備蓄の必要性の周知について、在宅避難をする場合の備蓄について、水や食料のほかに携帯トイレの必要性をどのくらいの市民が認識しているでしょうか。停電している場合、断水している場合、下水管が損傷して流せない場合、それぞれ対応が違います。ご家庭で1週間に必要な携帯トイレの数を備蓄して、使い方を家族で共有していただくことを市民に周知していただきたいですが、認識と見解を伺います。またそのために具体的な使用方法のビデオの作成やホームページの掲載、防災訓練時に携帯トイレ見本の配布なども提案しますが、いかがでしょうか。3、東京暮らし防災、東京防災の活用について、災害への備えを促そうと、東京都発行の2つの冊子、東京暮らし防災、東京防災が昨年9月に改訂され、各括弧配布されました。いずれの冊子も都議会公明党の推進で作成されたものです。先日、私は防災士として市内コミュニティセンターで東京暮らし防災を使って日常の備えの話をさせていただきました。本を見ながら、さまざまな実物の防災用品を見ていただくと、自分が何を備蓄すればよいのかを真剣に考えていただけるようでした。命を守り、各ご家庭の備蓄を進めていくいただくためにも、東京暮らし防災、東京防災を活用したセミナーやグループワーク等の開催を提案しますが、市の見解を伺います。4、在宅避難している市民に対する市の対応について、多摩市は在宅避難を推奨し、家屋の耐震化や家具、転倒防止器具設置への補助を力を入れています。多摩市約14万7千人、避難所収容可能人数はその約1割、残り約9割の在宅避難の各ご家庭への情報発信と、避難物資の配給方法などをどのようにお考えでしょうか。5番、学校施設の老朽化対策、防災機能強化の推進について、括弧1、昨年4月26日に福岡県北九州市、10月17日に埼玉県久喜市において、学校施設の老朽化に起因する外壁の落下事故が発生しました。いずれの校舎も約40年以上経過していて、老朽化が進んでおり、今後、重大な事故につながる恐れも否めない状況となっています。また、能登半島地震においても、多くの学校施設が地域住民の命を守るための避難所となりました。外壁落下防止や体育館のエアコン設置と学校施設の老朽化対策、防災機能強化は早期に対処しなければならない重要な課題であります。事故後の文科省の対応として、昨年12月には法令等に基づく専門家による点検の適切な実施、また日常的な点検等で異常を発見した場合には、専門家に相談するなど、学校施設の維持管理の徹底を図る旨、全国の教育委員会へ通知されましたが、多摩市の学校施設の築年数状況と、建築基準法第12条に基づく調査・点検の状況と今後の計画を伺います。括弧に、学校施設の老朽化対策や防災機能強化、体育館空調、バックアップ電源の整備やトイレの様式化などの課題を多摩市も抱えています。文科省としては、令和3年度から7年度にかけて、国土強靭化5カ年加速化対策の取り組みとして推進中で、超寿命化改良事業、防災機能強化事業、学校施設環境改善交付金があります。多摩市の令和7年までの修繕や改修の計画を伺います。3、体育館
空調、バックアップ電源整備やトイレの様式化等中心の現行計画に加えて、老朽化対策に外壁落下対策もしっかり含めて対処していくべきですが、市の見解を伺います。ご答弁いただいた後に必要に応じて再質問させていただきます。はい、安倍市長。それでは本間議員のご質問にお答えいたします。1についてお答えします。近年異常気象による自然災害が頻発しており、その備えへの重要性はますます高まっています。現在の本州の風水害等への備えとしては、気象庁東京管区気象台とのウェブ会議を通じた気象情報の確認と、同庁とのホットラインを利用した天気の推移のアドバイスなどを得ることが可能であり、東京都や京浜河川事務所からの情報なども活用した上で適切な対応を行ってきているところです。特に京浜河川事務所からは、令和元年台風19号による多摩川並びに河川敷グラウンドへの大規模な被害があったことから、多摩川流域連携会議の場や風水害時に適宜情報提供をいただいています。また以前にご提案いただいた気象防災アドバイザーについては、近隣市での実績なども考慮し、現在のところ採用予定はありませんが、今後とも気候変動に伴う自然災害の激甚化が見込まれる中、引き続きさまざまな方策を検討していきたいと考えています。次に2-1についてお答えします。能登半島地震では、災害時のトイレの重要性が改めてクローズアップされました。地震被害のあったトイレ等のインフラが復旧するまでに一定の時間を要することから、避難者の健康と避難所の衛生環境を維持していくための適切なトイレ対策は非常に重要です。本市では現状で約13万回分の携帯トイレを備蓄するほか、避難所におけるマンホールトイレの整備を進めていますが、在宅避難における備えを含め、トイレ対策全般について改めて検討していく必要があるものと認識しており、現在進めている多摩市地域防災計画の改定の中で取り組んでいく予定です。また災害時のトイレの使用方法についても、効果的な周知方法を検討し実施していきたいと考えています。2についてお答えします。厚生労働省労健局が作成している介護施設事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドラインでは、生活用水の多くを利用する食事、トイレ、入浴の対策として、水を使わない代替手段を平時より準備しておくのが基本とされています。そのためトイレにおいては、簡易的なトイレやおむつの使用が代表的な手段とされ、これらを備蓄しておくことが重要になるとされています。また災害時に設置されることの多い仮設トイレは和式が多いため、高齢者や身体障害者には使いづらく、また衛生的な環境を確保することも困難になることが想定されます。各事業所で災害時、利用者及び職員が感染症のリスクが低い状況で排泄できる環境を平時より備えておくことが、感染症等の二次災害を防ぐためにも非常に重要であると認識しています。市としては今後、介護保険事業所等の簡易トイレ等の備蓄状況を確認するとともに、平時より災害時の適切な排泄環境を確保しておくことの重要性について、情報提供を行っていく中で、介護保険事業所等の皆さんのご意見等を伺いながら何ができるのか考えていきます。3についてお答えします。災害発生時、駅や公園などに滞留することも想定されますが、その後の対応として、帰宅困難者用の一時滞在施設や避難場所への避難をご案内することになります。一時滞在施設や避難場所では、水や食料等の物資の備蓄のほか、災害時にも利用できるトイレの確保が必要となることから、災害時における想定避難者数などをもとに、マンホールトイレの設置数や避難場所のトイレの在り方について今後検討していく予定です。ご質問の洗浄水が循環されるトイレやシャワーの仕組みは、いくつかの自治体で実験的に導入されているものと理解しており、マンホールトイレ等、
他の手法との比較や費用対効果等を研究していきます。括弧4についてお答えします。災害時に在宅避難ができる体制を平常時から準備しておくことは、発災時の心身のストレスを軽減し、健康を維持する上で極めて重要です。停電や断水、下水管の損傷など、さまざまな状況が想定される中で、トイレ利用を可能にするには、市民の皆さんが各ご家庭で1週間分の携帯トイレを備蓄し、その使用方法を理解していただくことが必要であると考えています。そのために、多摩広報をはじめ、公式ホームページ、動画、地域での防災講話などのさまざまな機会を通じて周知していきたいと考えています。次に3についてお答えします。昨年の東京暮らし防災と東京防災の全国配布は、多くの市民にとって災害への備えを見直す良い機会となりました。各ご家庭での具体的な災害対策の行動につなげていくことは、本市にとっても重要な課題と考えています。ご提案のあったセミナーやグループワーク等の開催についてですが、地域防災力の中核を担う自主防災組織リーダー研修会での紹介をはじめ、取り組みの裾野が広がる工夫をしていきたいと考えています。次に4についてお答えします。国を挙げた取り組みとして、在宅避難が推奨される中、避難所は自宅に住めなくなった方の生活の場だけでなく、在宅避難者に向けた情報発信や物資の配給など地域の拠点としての役割を担うことになります。在宅避難の各ご家庭への情報発信と避難物資の配給方法についてのお尋ねですが、現時点ではまず市民の皆様に在宅避難の考え方とその備えの周知に注力していく必要があると考えています。また現在避難所運営などを行うために、地域の複数の自主防災組織で構成され、避難所運営の中核を担う防災連絡協議会が市内で5組織結成されており、8カ所の避難所で活動を行っています。今後とも地域防災力・共助力の向上に向け、防災連絡協議会の新規結成を呼びかけ、全市的な広がりとなるよう努めてまいります。こうした取り組みを進める中で、お尋ねの情報発信や物資配布などについて検討していきたいと考えています。5については教育長からお答えします。千葉教育長。5の括弧1についてお答えします。学校施設の築年数については、すでに建て替えが完了している多摩第一小学校、多摩第二小学校を除くと、現行の校舎で最も築年数が経過しているのは、昭和40年3月に建築された多摩第三小学校の校舎で、建築から約60年を迎えます。そして最も新しい校舎は、平成元年3月に建築された大松台小学校、鶴巻中学校となり、建築から35年を迎えました。他方、建築基準法第12条第1項に基づく調査点検状況については、学校は3年ごとに特定行政庁へ報告する建物に該当することから、特定建築物定期調査を直近では令和4年度に全校で実施し、次回は令和7年度に調査を予定しています。また、第3項に定める建築施設定期検査、防火設備定期検査、昇降機等定期検査は毎年実施し、特定行政庁へ報告を行うとともに、点検結果から不具合等が発見された場合は、適宜修繕等により対応しています。括弧2についてお答えします。学校施設の防災機能強化として体育館の空調設備についてはすでに中学校では全校設置済みですが、小学校については現在設置の必要性について調査や検討を進めています。バックアップ電源の整備についてはすでに太陽光パネルを設置している小中学校14校のうち
日中であれば停電時でも発電した分の電力を供給できる学校もあります。しかし夜間でも電力を使用するためには太陽光パネルのほかに蓄電池が必要となるため、鶴巻中学校と大松台小学校の大規模改修工事においては蓄電池を設置する予定です。トイレの洋式化についてはこれまでに小中学校22校で国や都の補助を活用しながら実施してきました。今後は令和7年度に多摩第三小学校のトイレ洋式化を実施し、その他には大規模改修工事において鶴巻中学校と大松台小学校もトイレ洋式化を行います。令和7年度までの改修計画については学校施設環境改善交付金の長寿命化改良事業予防改修を活用し、令和6、7年度に鶴巻中学校、令和7、8年度に大松台小学校の大規模改修工事を行います。また令和7年度に学校施設環境改善交付金の防災機能強化事業を活用し、大松台小学校へ災害用マンホールトイレの設置を予定しています。修繕については劣化状況や学校要望などを踏まえ、緊急性等を考慮し適宜対応しています。括弧3についてお答えします。外壁の落下対策については大規模改修工事にて対策を実施しています。また大規模改修の予定のない学校については特定建築物定期調査にて実施する外壁調査の結果や日常の点検等により落下対策が必要となる箇所は適宜修繕により対応をしています。失礼します。1点、文言の訂正をお願いします。5の括弧1のご答弁で、第3項に定める建築設備、定期検査、申し上げるところを、建築施設定期検査と申し上げてしまいました。設備ということで訂正をさせていただきます。本間議員、ご答弁ありがとうございました。では1番、気象防災アドバイザーは、災害対応のアドバイス、もちろんですね、市民への啓発などアドバイザーが担う平時からの役割というものも踏まえて、また採用を考えていただくことを、要望したいと思います。2番の方、トイレの問題でございます。これ本当にお正月に起きたですね、能登半島地震で、ある、避難所では、仮設トイレが届くまでの、10日間ですね、300メートルほど歩いたところにある、海辺で用を足すしかなかった、介護が必要な高齢者は、避難所の一角をご座で仕切って、容器に出してもらったと、支援団体が証言をされています。5年前の一般質問で、女性の視点を生かした災害時のトイレについてと題しまして、さまざま質問させていただきまして、それなり の、 ご回答はいただいたわけですけれども、あれから5年、これ、2番の括弧1から質問をさせていただきますけれども、多摩市の災害時のトイレ対策、ほとんど進んでいないんだなっていうふうに思いましたが、違いますでしょうか。備蓄、具体的な準備、5年前と変わっていないということなのか、ちょっとこの ご答弁ではよくわからないなと思いました。通告に書きましたけれども、初期の段階で通常のトイレにしっかり携帯トイレを使用することができれば、携帯トイレを使用し続けることができるわけです。携帯トイレの必要数はお答えいただいていませんけれども、避難所における必要数、
何回分と考えているのか、また13万回分の携帯トイレの備蓄は何人の何日分なのか、またどこでどのように備蓄されているのか、また各避難所で初期に携帯トイレが設置できるようにマニュアル化しているのか、また避難所の他の公民館のトイレ、コミュニティセンターのトイレ、公園のトイレ、駅前の公衆トイレ、携帯トイレで継続使用できるのか、そもそも携帯トイレの重要性は多摩市はどのように考えているのか、まとめて伺いたいと思います。藤波総務部長。トイレの関係、かなりいろんな質問をまとめていただきました。携帯トイレの必要性ですとか備蓄の状況、またトイレの使い方等ということでお話をいただいたかなというふうに思ってございます。トイレの利用回数というあたりからで考えますと、それぞれ人によってこう違いがあると思うんですけれども、大体1人1日5回分程度、備蓄屋が必要ではないかというふうに、備蓄といいますかできるような対応が必要ではないかというふうに言われてございます。そうした意味で各ご家庭での携帯トイレの備蓄数というのも必要かと思ってございますので、これについても先ほどの質問でもいただきましたけれども、トイレが復旧する前の一定の期間がいるというところで、1週間分の備えが望ましいというような状況もと理解してございます。そうした中での必要数というところの部分ですけれども、こうしたあたりのところも改めて総合的に考えながら、今これから考えて改めて考えていきたいというふうに考えているところでございます。また今多摩市の方で保管しております13万回分の備蓄というところの部分ですけれども、仮に先ほど申し上げた1人1日5回使われるとすると約2万6000人分の備蓄数という形になります。この辺も数字の話ですので、その状況によっていろいろ変わってくる可能性はあるかなと思ってございます。また備蓄の関係ですけれども、こちらについては各避難所に編成している地区の防災倉庫の方で初動分として1000回分を備蓄しているほか、防災倉庫各学校跡地などについて備蓄しているところというところでございます。また必要に応じてこれを持っていくという形になります。それから使い方とマニュアルというあたりのところですけれども、地区防災倉庫の中の1000回分の使用のところで、こちらの方に使用方法についてはこれは同封されているところなんですけれども、独自には携帯トイレのマニュアルというものは今のところは作成していないというところでございます。このほか公共施設等で使えるのかというところですけれども、駅前、公園というような話もいただいたところですけれども、避難所としている公共施設以外において現在のところ携帯トイレの備蓄というのはできてございません。場所の問題何かもあってという形かなと思ってございます。そして携帯トイレの重要性というところの部分ですけれども、こちらは仮設トイレが搬送されたり、また仮に壊れたところが復旧するまでの間というところに活躍するといいますか使われるものでありますので、市としては発災直後の期間に使われるものということで、初動時に活用される機会が多いというふうに思ってございます。いずれにしてもトイレというのについては非常に待ったなしの問題でもありますし、こちらのところがしっかり対応されるということが、いや避難者にとっての健康また衛生環境の上でも大事なものというふうに理解させていただいてございます。本間議員。ありがとうございます。これやはりかなりね、13万回分ということで備蓄はしていただいてますけれども、それをどういうふうに使うか、そして避難されている方がどういうふうにちゃんと使っていただけるか、それがちゃんと説明が、そこに説明できる人がいなくても、その備蓄している中のものを広げればできる、皆さんがちゃんと使えるようにしていただくためには、しっかりとルールマニュアルをしっかり作っていただいて、でそういったものをまずはセットとしてですね、お掃除用品だとかそういったものも全部セットにして、そしてパウチッコみたいな形でもいいですから、そういうものを各トイレの中に使い方というものを貼り付けるとか、そういったものを全部用意して、
そういうふうにしておけば皆さんがこういちいちですね説明をしなくても、それを見ればこれ解説ができる、そして使用することができる、そういうことをしっかりとですねできるように、とにかく早くそのマニュアルを作って、どういうふうに使うのか、そういったものを作っていただきたいと思いますが、もう一度お答えをいただきましたいと思います。藤波総務部長。はい、実際に使うときに使えるようにというところですので、ちょっと携帯トイレについてもいろんなものがあると思いますので、そうしたものについてどういう使い方なのか、確かに取扱説明書として入ったりするんだと思うんですけれども、分かりやすいような形のものというのは考えていきたいと思ってございます。あと合わせてのところですけれども、これから今回3月の時にも能登半島地震を受けて、皆様からさまざまなご意見ご提案もいただいたところなので、トイレについてもしっかりやっていきたいと思ってございますので、そうした取り組みの中で検討させていただければと思ってございます。本間議員。そんなに難しいことではございませんので、もう早期にどんどんやっていただきたいと思います。今携帯トイレもいろいろあるというふうなお話もありましたけれども、携帯トイレというのは私実はですね、日本トイレ研究所というところの、トイレ防災トイレアドバイザーというのを2年ぐらいかけてですね取りまして、勉強をさせていただいております。そういう中では本当になかなかですね周知するって難しいんだなっていうふうには思いますけれども、例えばですねこれは自宅での用意でありますけれども、トイレの中にまずこういったものを用意して、これは出した後のものを捨てるものでございます。で匂いが消臭するこういったものですとか、そもそも使い方ですけれども、携帯トイレというのは自宅でのトイレを使うときに、水が流れない、水が出ないというときに、まずは厚めのビニール袋をかけて、そしてこういったものでですね養生をする、そしてその後に、便座 を下げて、その後に、こういったですねビニール袋を再度つけます。そしてその致した後にこういうものをポリマーを凝固剤を、パラパラっとこう固めるわけですよね。でそれをしっかりと包んで、もう一回ぐるっと回して包んでそこに捨てる、そういったものが、携帯トイレで、こういうものがちゃんと皆さんが使えれば、その今あるトイレでトイレを済ますことができるわけです。で備蓄って本当に難しいっていうふうには思ったり、お金がかかると思うかもしれませんけれども、確かにねいろんな形がありますけれども、場所が取ったりお金かかるものもありますけれども、こういったですね凝固剤ですけれども、こういうもの一つあればだいたい1回で 7-8 グラムでいいっていうふうに言われてますので、これだけあれば1人1週間分使えるわけです。1日5回どころか、女性はですね5回よりもっと行く場合だって多いと思います。そういったところでこういうものが例えば、3人家族だったらこれが3袋と、あとこういったビニール袋がですね何個かあればしっかりと使えるわけですから、そういったものをしっかり用意していただく、そんなに場所もお金もかからないもので、これを捨てどこかに入れといていただければいいということになりますので、ぜひこちらの方は議長の方に、はい、しっかりとこういったものを 見せるということで事前に、お願いをしていてやらせていただきました。はい、すいません。そういったことでですね、そんなに場所も取らず、
使い方さえしっかりと、初期が本当に大切なんです。もうこうその流れないのに一回その便を出してしまったりすると、もうそこを使えなくなっちゃうっていうね、そういったことで、もう皆さんも本当に見たことあると思いますけれども、もう下まで全部もう汚物でドロドロ、そんな状況に本当になってしまうわけですよ。もう健康状態も本当に悪くなりますし、ストレスもすごくありますので、そういったことをちゃんとその事前に用意が一番大切なので、それが皆さんが解説した時にそれをいち早く、もうトイレが一番我慢できないものですから、もうそれをちゃんと設置していただく、そういったことをちゃんとルールを作っていただいて、皆さんに周知していただきたいと思いますので、重ねて言っておきますので、くれぐれもよろしくお願いいたします。ご答弁の中でですね、多摩市防災計画の改定の中で取り組む予定のことなんですけれども、令和4年度6月修正版から改定の時期っていうふうになるっていうことでしょうか。総務部長。現行の多摩市地域防災計画ですが、令和4年度の6月の修正版が今のところ最新となりますけれども、ご案内のとおり、その後東京都の方から首都直下地震の被害想定というのが10年ぶりに見直しをされて、また都としての計画も改定されているということで、つきましては現在その新たな被害想定に基づいた多摩市の計画の改定を作業を始めているところということでございます。ちなみに今鋭意進めているところではございますけれども、今年の能登半島地震の発生を踏まえまして、少しまた見直しをかけるべきところがあろうかというふうに思っておりますので、改定としましては、来年の夏ごろ、令和7年の夏ごろに向けて改定していきたいというふうに考えてございます。本間議員。あとですね、重要なのが、避難所のトイレを含む環境整備になります。具体的にはプライバシーを十分に確保できる間仕切りですとか、あと異性の視線が気にならないようなことですとか、やっぱり女性用品のですね、備蓄、配布場所の設置とか、女性用のトイレの数、男性用より、比べてですね、女性の方を多くしていただくとか、仮設トイレの設置場所ですね、男女を離すっていうのがスタンダードなわけですけれども、多摩市内で設置されているマンホールトイレの位置ですけど、本当に間隔が狭くて、全然離すっていうか思いは ないようなんですけれども、成績桜ヶ丘のですね、タワーマンションの敷地内にできたマンホールトイレも以前、拝見しましたけれども、全然そういった意図はなく、ポンポンポンと並んでるだけっていうね、そういったところで本当にがっかりするわけなんですけども、試しはその男女を離すとかっていうトイレ のことをは考えというのはないのでしょうか。藤波総務部長。トイレの配置というところですけど、感覚ということですけど、トイレの配置のお尋ねかなと思ってございます。トイレも例えばショッピングセンターなんかなどでは、入り口は一つですけど、こう分かれるような形にならないと、エリアは一緒だけれども入り口で分かれてて両方にっていうのもあれば、例えば高速のサービスエリアなんかですと大きく離れて場所があって、こちらとこちらってなってる、おそらく校舎の方の話なのかなというふうに思うところですけれども、避難所であれば校舎の方の配慮が必要かなというふうに思うところですけれども、一方でこうマンホールトイレの関係のところ、ちょっと技術的なところもいろいろあるかと思うんですけれども、下水道本管からの距離ですとか埋設管の状況、平時の利用の兼ね合いなどというところで、その場所というのがある程度こう限定されるようなこともあるのかなと思ってございます。そうした中のところですけれども、実際に使うときの場合ですので、いくつか工夫も使用があろうかなと思ってございます。例えばこう避難所のところ、片側のところ、マンホールトイレのこちら側は男性が使われる、違うところは女性が使われるとか、何らか工夫もできるかなというふうに思ってございますので、いずれにしろこう技術的な面での難しさなんかもありながら、そこについては運用の中で、考えさせていただければというふうに思っております。本間議員。
女性のですね、意見をしっかりと入れた行政の、マンホールトイレというのは視察をしたこともありますけれども、しっかりと離れて作っている、そんなふうになっておりますので、その辺も研究していただきたいと思います。また、子どもや女性、避難所や、仮設住宅において、性暴力に巻き込まれるリスクもございます。女性に対する暴力を、予防するための取り組みとか、被害を受けた女性が相談できる環境整備も行っていくことが大切だと考えておりますけれども、その辺の認識と見解を伺います。藤波部長。避難所の中において、いろんなことが起きるということは報道などから伺うこともあるわけですけれども、このこと自体は言葉を選ばなければ犯罪行為になりますので、決してこれは許してはいけないものとなります。やはりそうした意味でいけば、やはりこう、未然に防ぐ予防の部分が大事ですし、何らかこうリスクが考えうる場合については早めに目をつむというところが大事だと思っておりますので、ついては避難所においてのそうした相談体制というのも必要だと思ってございます。またさらにこう、それ以上に悪い状況といいますか、その場合については市の中でもいろんな資源もございますし、そうした中のところで相談できる環境というものを整えていく必要があると思ってございます。いずれにしろこちらについては起こさないというところの部分が一番大事でありますので、そちらの方に注力していきたいと思ってございます。このあたりについては国などで出されているマニュアル等の中でもいろいろ書いてございますので、そうしたところも参考にしながら取り組みを考えていきたいというふうに思ってございます。本間議員、やっぱり起こりにくい状況を整備していくということがとっても大切で、避難所から離れたトイレに夜行く、そういう本当に危険で、そういったところで事件が起きるということもすごく聞いておりますので、もうそういうところに行かなくても済むようなトイレを整備していただきたいと思っております。各地域でのトイレ対策の責任者も決めるということも大切ですし、さまざまですね、あるんですけれども、時間もあまりなくなってくると困るので、例えば東京防災のところで杉並区の中央大学杉並高校学校で紹介されている、非常時に備えて携帯トイレをはじめビニール袋、ゴム手袋、生理用品などを入れたリュックサックを校内の個室トイレに備蓄してありますということで、このぐらいですね、具体的に発災直後からですね、困らないような準備をしていただきたいと思います。この認識、見解を伺いたいと思います。はい、藤波総務部長。ただいまご紹介をいただきましたのは、こちらの東京防災の方で紹介されている中身かなというふうに思ってございます。先ほどのお尋ねの中でも、トイレの備えというところでは各施設でもという話がありましたけれども、やはりこちらの今ご紹介いただいた学校であれば、学校としての問題意識というところで、そのような備えもされて、そのことは教職員の方、実際に使われる生徒の方の意識行動というところも重なっての取り組みだというふうに思ってございます。つきましては市の施設であったり避難所だったりいろいろそれぞれございますけれども、何をどういうふうに使っていくのかというところをしっかりこう共有化した上で、マニュアルであったり備蓄というものも必要だと思ってございます。つきましては本市においても、先ほど申し上げた地区防災倉庫の中では初動分で1000回分ということも用意もさせていただいているところですけれども、これをどういう形で使っていくのか、それに向けては先ほどマニュアルというお話もいただきましたけれども、どんな形が皆さん使いやすいのかというあたりも考えた上で配備を考えたいと思います。本間議員します。括弧2の方ですけれども、介護福祉施設の方は、しっかりと速やかにですね、確認をしていただいて、必要であれば、事業所への支援を、考えていただきたいと要望をしておきます。括弧3の方を、水道、下水道が必要ないトイレ、手洗い、シャワーについてですけれども、本当に、
水道とか電気必要ない自己完結型のトイレなら本当に安心だと思います。持続可能なトイレ、修繕など機会を捉えて取り入れて いただきたいと要望をしておきます。あと括弧4の各家庭での携帯トイレの使用方法備蓄の必要性の周知でございます。先ほど説明したようなことがですね、しっかりと分かるように動画ということ本当に前向きなご答弁をいただきましてありがとうございます。ぜひ早期にですね動画を作っていただいて、はい、皆さんに説明していただく、ことをしっかりとやっていただきたいと思いますし、本当にそれを消費期限がですね大体5年とかっていうふうに書いてあるんです。で5年で使えなくなってしまうわけではないので、実際私5年経ったのを開けて使ってみましたけれども、使えます。ただそれ、一応消費期限5年というふうになっていたとしたらですね、その過ぎたものをその防災訓練のところで配布していただくとか、あとはできれば全国配布して説明もしていただければ全員の方にですね、こういうこと必要なのかなとかっていうことを気づいていただくということもできると思いますけれども、その辺のご回答をお願いいたします。藤波部長。重ねてになりますけれども、今回、トイレの重要性の認識というところで、周知方法についてはさまざま工夫をさせていただければなというふうに思っているところでございます。ちょっと動画という話もいただきましたけれども、実はというところでは、今年度、動画の作成、昨年度も別のものを作っておりましたけれども、防災安全課の職員頑張って動画を作りたいという中の部分では、今年度のテーマの一つがトイレというふうに聞いておりますので、そうしたものも使いながら、先ほどご紹介いただきましたけれども、明日お話も実際の絵で見てみると全然違うなっていうところなんで、ちょっとどんなものになるのかはこれからなので、年度内頑張っていきたいと思いますので、その上でまたご紹介もさせていただければと思ってございます。またもう一つ、なかなか気づかないところっていうところかもしれないですけれども、凝固剤等についてもずっと使えるわけじゃないというところですので、一定のところでは入れ替えもしていかなければいけないというものでもあるかと思っております。つきましては他の式食料なんかもそうなんですけれども、無駄にしないというところの部分では必要な時に配布をしたりというところなので、やはり今ここだけトイレの話が関心高まっている時にであれば、実際に手に取っていただいて、使っていただく、そういうところがまさにいざという時にもう動画を見なくても使えるよと、そういう状況が必要かと思いますので、ちょっとそんな工夫もしたいと思ってございます。本間議員、ぜひよろしくお願いいたします。それから3番の方ですけれども、東京暮らし防災ですね、やはり女性の視点がすごく入っていて、女性がすごく共感できるっていう内容で、すごく現実的にですね、こうやればいいのかっていうのが分かりやすいものになっていますので、こういうものを使ってぜひ女性への、周知啓発、そういったものをしっかりとやっていただきたいと思うんですけれども、例えばそういったものを女性をとか集めてですね、勉強していただいてシリーズ化とかしたりとか、あと、そういったことが全部できた方は認定証を作ってお渡しして、そして、周知に啓発に動いていただくような人材を作る、そんなことはいかがでしょうか。藤波部長。防災に関わる人材の活用であったり育成というところは非常に課題だというところで、いろいろ取り組みしているところですけれども、やはりこの自主防災の関係のところでも比較的というのか、男性が出てこられるケースが多いというところの部分では、いかにこう女性の方、これは女性に限らずなんですけども、出ていただけるかが課題だと思ってございます。つきましては今いただいたお話のところの部分で、どんな形ができるかですけれども、やはりこういろんな話を合いもしていただくことだったり、実際に関わっていただくことによって、いざという時の活躍をいただける話もなろうかなと思ってございます。いずれの女性活躍の視点も含めてですけど、ぜひこう防災の観点のところでご活躍いただきたいなという思いを持ってございますので、ちょっとやり方についてはいろいろ考えたいと思ってございます。本間議員。
願いいたします。次4番です。在宅避難者への情報発信と避難物資の配給方法ということで、これ本当に大切なのは皆さん分かっていらっしゃると思いますけれども、ほとんどの方が、在宅避難ができるようにということで、進めて多摩市としては進めているわけで、それをやはり情報発信、情報をどこで取ったらいいのか、そしてやはり物資が配給になった時にどういうふうに取りに行けばいいのか、そういったルールを作っていくと本当に大切なわけですよね。周知がまだまだというよりはルール自体がまだできていないなっていうふうに思ってしまうわけですけれども、ご答弁で、防災連絡協議会が市内で5組8カ所の避難所で活躍しているということですけれども、具体的にどのように活用策をされているのか、をまず伺いたいと思います。藤波部長。防災連絡協議会の活動状況ということですけれども、現在の、結成状況というところでか、5つの協議会で8カ所で避難所で、活動をされているということで、やはりこう日頃今いざという時に備えたところで日頃の顔の見える関係ということと、その前段とするといろんなお話し合いをするということと、そしてその上で自分たちのルールを決めるというあたりが大事なことになりますので、先ほどお話しいただいたの在宅避難をするというところの部分では、地域の力としてまたルールがどういうふうになっているのかというのは非常に大事なことだということで、こうしたところの協議会の結成も市としても支援をしておりますし、いろんな取り組みもさせていただいているところでございます。でいくつか防災連絡協議会の取り組みの中身ですけれども、挙げさせていただきますと、一つは合同防災訓練というところで、避難所の開設ですとか、合同の安否確認訓練といったものを行っていただいています。また避難所レイアウトの検討ということで、開設マニュアル、避難所を開設するのマニュアルを作成するというところで、自分たちが避難する場所をどういうふうにするのかというようなところのレイアウトの検討。また実際に開けていただくところでは、鍵も保管していただかなければいけないというところで、地区防災倉庫の鍵を、保管していただく、そんな活動があるのかなというふうに思ってございます。本間議員。聞くところによるとですね、5組8所なんですけれども、全部そのニュータウン地域ということで、既存地域になかなかそれが定着 していないっていうところでは、ぜひですね、既存地域の方に、行くようにですね、また市の方で呼びかけていただきたいと思いますが、こちらの今後の、見通しなどをお伺いします。藤波総務部長。はい、こちら、今申し上げたところについては、確かにお話しいただいたとおりに、エリアとすると現状既、にある協議会というのがニュータウン地区に、少し偏っているかなというところでございます。ただ一方、自主的な、活動でもあるというところなんで、必ずしも一度に全域にはいかないなというところなんですけれども、それにしても順番に既存地域も含めて、進んでいくように市としても考えていきたいなと思ってございます。ただこれもなかなかその自分たちでっていうところにお話ししても立ち上げきれないというところもございますので、ちょっと今後の話のところの部分ではついて、外部の力もお借りした形で、少し背中を押して差し上げるというのか、支援をさせていただきたいなと思ってございます。そうしたところの経費につきましては、今回の6月補正の方にも計上させていただいているところでございます。これがテストケースになってくるのかというところはありますけれども、いずれにしろこれが全域にというのが多摩市にとって望ましい形かなと思っておりますおりますので、引き続き頑張っていきたいと思ってございます。本間俊恵議員の一般質問は終わりました。次に伊地知京子議員の発言を許します。
17番伊地知京子議員。はい、伊地知京子です。通告に基づき1問質問いたします。1、身寄りのない高齢者への支援について。いわゆる団塊の世代が後期高齢者ゾーンへ入る時代となり、日本の高齢化対策もいよいよ正念場を迎えています。現役世代が減少する一方の今、増え続ける高齢者を誰がどのように地域で支えていくのか、非常に重要かつ地道できめ細やかな努力が必要な課題と思われます。同居家族があっても介護は対応の難しい分野ですが、とりわけ厳しい状況なのが単身の高齢者、もしくは高齢者のみの世帯です。誰がの答えを初めに言ってしまえば、そこにただ一つの正解が存在するわけではありません。行政や社会福祉協議会、各種民間事業者を含めた地域ぐるみのサポート体制づくりが必須となります。とはいえ、日常的な支援から医療介護面のケア、あるいは経済的困難まで支援を要する分野は多岐にわたります。またどれだけの期間サポートが必要かも人それぞれで、場合によってはかなり長期的な対応を考えなければなりません。さらに家族以外の人間がサポートするとなった際、誰にどこまで権限があり、誰が何を担うのかという規定や区分はほとんど不明確なのが実情です。民間と行政の連携を進めると一口に言っても、確定したルールや役割分担がない中では、支援側の一部に無理なしわ寄せがいったり、当事者に必要な支援が届かないといった事態も危惧されます。市内には介護業者の新規参入がある一方、地元の通所訪問サービスがいつの間にか終了しているところもあり、高齢世帯の方々から将来への不安を伺う機会は決して珍しくありません。魂を安心できる対の住処としていただくために何が必要か、以下いくつかの質問で確認したいと思います。括弧1、高齢者への支援は大まかに言って、日常生活支援、医療介護等の専門的ケア、権利擁護の3点に分かれると思いますが、日々の暮らしの中ではこれらが常に整然と区分できるわけではありません。買い物支援の一環として貯金を下ろすよう頼まれたらどうするのか、入退院の手続き時に家族のない方はどうするのか、体力判断力が衰えた高齢者の支援には無数の悩みや迷いがつきまといます。やむを得ずの対応がトラブルにつながった場合、それらはさらに深刻化するでしょう。丸1、高齢者支援を担うセクションとして、地域包括支援センター、社会福祉協議会、また高齢者見守り窓口等が筆頭に思い浮かびますが、これらの機関で身寄りのない高齢者サポートについて、情報や意見の交換はしていますか。丸2、高齢者本人だけでなく、支援者や民間業者から高齢者ケアに関わる相談があった場合、市や丸1の関係者はどのような対応を取りますか。括弧2、高齢化が進む地域社会で、自治会や管理組合の役割は一層重要なものとなっていますが、まさに高齢化によって自治組織が機能しなくなっている街区が現れつつあります。市としての事態把握と展望をお聞かせください。かっこ3、地域密着型の介護サービス事業者からも、人手不足や報酬減により悲鳴のような相談や悩みが寄せられます。廃業を視野に入れている事業者もありますが、地域で緊密な関係を築いてきた場所がなくなれば、高齢者も職員も困るはずです。この点についても市の事態把握と展望を伺います。括弧4、身寄りなし、高齢に低所得もしくは無収入の要素が加わると、事態はさらに深刻度を増します。生活困窮支援や生活保護の現場では、高齢者福祉や介護の所管とどのように連携を取り対処していますか。以上、ご答弁いただいた後、再質問いたします。はい、安倍市長。それでは伊地知議員のご質問にお答え申し上げます。1の括弧1の丸1と丸2について合わせてお答えします。本市の一人暮らしの高齢者世帯は、介護保険制度がスタートした平成12年には3277世帯、総世帯に占める割合は 5.7% であったものが、令和6年には 13,022 世帯、17.4% と24年間で約1万世帯、12ポイントほど増加し、約3倍になっています。また、一人暮らし高齢者の増加に伴い、身寄りのない高齢者も増加しており、これまで家族が中心となって担ってきた、さまざまな身の回りの世話などを誰がどう担っていくのか、また今は困っていないが、
将来的に困りごとが出てくる可能性がのある高齢者の支援をどのように考えていくのかなどが大きな課題になっています。このため本市においては地域包括支援センターが中心となり、個別の地域ケア会議を開催し、関係機関との情報共有や連携を図り、身寄りのない高齢者の支援についても検討しています。さらに高齢者が住み慣れた地域で安心してその人らしい生活を送れるようにするためには、高齢者本人だけでなく、その支援者や関わる民間事業者などから相談があった場合の支援も大切だと考えています。このため本市においては個別の地域ケア会議の一つとして自立支援ケアマネジメント会議を設け、さまざまな専門職種がそれぞれの視点から高齢者の自立支援、生活の質の向上、ケアの方法などを検討し、その支援者や関わる民間事業者などへの支援を行うなどの対応を図っています。括弧2についてお答えします。多摩市内の自治会管理組合等で構成する多摩市自治連合会では、昨年度自治会管理組合などが普段から抱えている課題について、会員相互で率直に意見交換する場としてサロン事業を試行的に行いました。全体で3回開催したうち、1回目のテーマとして会員の高齢化にかかる課題を取り上げ、加入している会員を含め役員の高齢化による活動低下や役員の担い手不足による運営負担が増加している現状など切実なご意見が出されました。一方で高齢化が進行している中でも、自治会管理組合等の活動を少しでも円滑に、かつ負担を軽減する取り組みとして、例えば電子回覧板などデジタル技術の活用についても会の中で提案がありました。これを受け、若い世代の自治会管理組合活動への参画を促進することを念頭に、活動の運営負担の軽減、効率化を図る手法として、高齢者の方でも比較的容易に利用できる情報共有のためのグループウェアツール、トークチャット機能などのコミュニケーションアプリの導入を検討し、その実効性を検証していくことを本年度行いたいと考えています。括弧3についてお答えします。第9期高齢者保健福祉計画、介護保険事業計画の策定のため、昨年1月から2月までに実施した多摩市介護保険事業所調査の結果によれば、人材確保の状況について、全回答数114件のうち、確保できていないが16件で 14.0%、あまり確保できていないが34件で 29.8%、合計50件で 43.8% となっています。また、人材確保ができていない職種で上位を占めるものとして、国家資格であり専門性が高い介護福祉士が25件で 50.0%、介護福祉士以外の介護職員が22件で 44.0% となっています。今後、後期高齢者の人口の増加に伴い介護を必要とする方が増えると想定される中、介護を担う人材の確保が大きな課題であると考えています。このため多摩市では市内の介護保険事業所に対する人材確保の促進及び定着を図るため、市内介護保険事業所への就労と一定期間の勤務を要件とした上で、平成31年度から介護職員初任者研修、令和4年度から介護福祉士実務者研修に要する費用を補助し、令和5年度末までに延べ41名の方に補助金を交付しました。今後も介護サービス事業所の皆さんの意見等を伺いながら、人材確保に関わるより効果的な取り組みを進める必要があると考えています。括弧4についてお答えします。生活困窮者自立支援の窓口である仕事暮らしサポートステーションでは、昨年度中248人の方から相談があり、そのうち61人24.6% が65歳以上の高齢者で、最高年齢は89歳の方でした。相談内容は退去に伴う家探しなどの住まいの問題をはじめとして、金銭管理や家計改善の相談、債務整理など多岐に及びますが、必要に応じて
地域包括支援センターや高齢支援課、介護保険課などが連携しながら支援に当たっています。また本年4月1日現在の本市における市内の生活保護受給世帯1858件のうち、高齢者世帯は846世帯、約 46% となっており、生活保護、高齢支援、介護保険などの関係所管が相互に、また仕事暮らしサポートステーションなどの関係機関とも連携を取りながら支援に当たっています。具体的には、認知症高齢者の入院における市長同意の手続きや要介護度の認定など、個々の状況に応じて連携を図るとともに、ケース会議も開催し、ケースの処遇方針なども話し合っています。さらに家計管理については、令和4年度から実施している生活保護受給者金銭管理支援事業や住宅家賃の代理納付をはじめとしたさまざまな手法で支援しています。今後も高齢期に加えて、さまざまな状況にある方が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように、多摩市版地域包括ケアシステムの取り組みを進める中、各関係機関との連携を図ってまいります。伊地知事。はい、ありがとうございました。高齢者福祉、また介護の問題などについては、これまで多くの議員が質問のテーマとしてきたと思います。私も過去のやり取りと重複する部分もあるかとは思いますし、本日午前中には折戸議員からも、やはり高齢者の問題でお話ありました。それぞれの議員がそれぞれの切り口で取り上げていらっしゃると思いますが、私はまず今回は、身寄りのない高齢者というところに重点を置きつつ、高齢者全般の課題も取り上げつつ、行ったり来たりしながら、今回のテーマを掘り下げていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。ではまず括弧1、私の方でも1、2にまとめて再質問させていただきます。個別ケア会議については、毎年概ね年間50回を目標となさっているようですが、実際にはこの個別、また県域レベル含めて、かなりの回数の会議を開いてやってらっしゃると思います。個別ケア会議で取り上げられたことをですね、さらに、市全体のレベルの、県域から市全体の問題として、こういろいろな会議を経て、最終的に市政全体にどのようにこういった課題、抽出された課題を反映しているのかという点についてお伺いします。はい、伊藤健康福祉部長。はい、ご質問をお答えさせていただきます。多摩市のですね、地域ケア会議というのは、まずその今お話しいただきましたように、個別の地域ケア会議ございまして、そちらでですね、具体的な利用者さんのですね、さまざまな課題について関係者で話し合いを持つところでございます。で、次のストップといたしまして、県域レベルということで、少し広い形で地域課題会議ということで会議を開催する中ですね、最終的にはステップ3として、市レベルの地域課題ネットワーク会議というものを開催をしているところでございます。で、そうした中ですね、具体的にどのようなケースが市全体に広がっていったかというようなご質問だというふうに考えてございます。一つは挙げられるのがですね、例えば階段移動ということでですね、集合住宅、特にエレベーターがないところにつきましてはですね、個別の中でですね、どうしてもそのデイサービスの送迎に階段の昇降ができないという方に対してですね、なんとかそのいい方法がないかというようなところで、介護保険の中のですね、身体介護でですね、その方のですね、階段の乗降ができるような仕組みについて、全市的に介護保険の方で適用ができないかというようなところで、広がりを持ったというような形を持っているところでございます。伊地知事。はい、本当にね、個別の課題を市政全体の問題として反映させて、もうこの地域全体の福祉の向上を図っていくということは、まさに行政の最も大切なお仕事と思いますので、このことをさらに、ね、綿密にやっていただきたいと思っています。それで過去にの方に移りますけれども、多摩市としては最近は地域共創という言葉にまとまってきましたが、市民の自治組織ですとか、市民が行政とともに共同作業していくというようなことに非常に力を入れてきたと思います。ただそのことが
この高齢者の問題、高齢化の問題に対しては、実際のこの事態がどんどん深まっていくスピードに追いついていないんではないかなと正直感じています。そうした中も通告しました通り、本当にもう自治会自体がもう高齢化でなかなか動きづらくなっているっていうような事態を捉えて、市側としてはこの自治会がね、市民自治の場でどのようにお互いの支え合いですとか行政との関わりですとか問題解決とかしていくべきだと考えているのか、その辺のところを伺いたいと思います。はい、田島競争推進室長。はい、今いただいたですね、高齢化の問題に対して特にこの競争、昨年度から掲げておりますけれども、スピードが追いついていないんではないかというところでご質問いただきました。おっしゃるようにこの高齢化の進行の問題ですね、今競争推進室で抱えております、自治会ですとかコミュニティセンターの運営協議会、そういった運営などですね、そういった組織の存続に関わるようなそういった課題が出てきております。こういった問題に対してですね、対応していくことっていうのはおっしゃるようにスピード感を持って喫緊に臨むべき課題だというふうに考えております。第一答弁でも申し上げましたが、特に自治会の問題ですね、ご指摘いただいているように非常に運営の方も厳しい状況になっている、そういったお声も昨年度サロン事業等を通じていただいております。この自治連ですね、自治会管理組合で組織している自治連といたしましても、そちらが非常に問題というふうに抱えておりまして、今年度からこの自治会支援アプリのようなものを、実証実験的に行うことを予定しております。いただきましたようにですね、現にこういった高齢化の問題で福祉ですとか、介護、そういったものを必要としている方への対応等ですね、さまざま課題になっております。そういった問題に対処していく、そういった方のですね、人材を育成していくことと、今私ども競争推進室で取り組んでいるですね、さらにこの高齢化の問題が進行していく、後期高齢者が増え、また介護やですね、福祉の問題を抱える高齢者の方が増えていくってことが、これからもですね、将来に向かって見えてございます。そういった時のですね、未来の担い手支え手をになりうるですね、人材の掘り起こしっていうのをやっていくことが、この私どもの競争推進室の役割だというふうに考えておりますので、基本的に競争推進室といたしましては将来に向けたですね、新たな仕組みや仕掛けを作って、将来のこの高齢化の問題に対処できるような、そういった人材育成に取り組んでいきたいというふうに思っております。伊地知事に。はい、問題意識は共有しているのかなと、今お話伺ってても思うんですが、特に高齢者の弱点というと、体力の衰え、認知機能の衰えっていうのが真っ先に浮かびますが、識者によっては一番の問題は、社会的なフレイルの問題であると。例えば情報を得る力、人とつながる力、コミュニケーションといったところでもう弱ってきてしまって、もう自分からは外出られなくなるっていうところが、もう非常に高齢者の弱みなんだという指摘もあります。そうした中で地域コミュニティの役割というのは非常に大きいと思うんですね。で、多摩市では今民生委員も本当に不足がどんどん増えていますし、介護といえばもう三大話のように人手不足っていうことが言われてきます。そうした中でもちろん介護のプロが担うことを地域のプレイヤーが担えるかというとそれはまた違いますが、ただそういった地域のつながりの中で折戸議員のお話でもありました、孤立を防ぐ、社会的フレイルを防ぐっていうことが非常に重要になってくると思います。で、本当に今支える側も高齢化しています。さまざまな事務所、事業所や NPO でもう今のスタッフが
高齢化進んでいるので、もうこれ以上年取って動けなくなったらもうやめるしかないっていう声を聞きます。でも、あ、じゃあ続けられないから仕方がないで良いんでしょうか。特に生活支援などを行っている NPO に対して、まあ、それは市が進めてきた市民協働をもう体現しているようなところだと思うんですよ。でそういったところに対して、まあ、何らかのサポートあるいは問題共有何かできないのかというふうに私もちょっと自分の非力も相まってちょっと悶々とするところなんですが、この点についてちょっと再度伺います。伊藤部長。ただいまご質問いただいた点は非常に大事な点だというところで認識しているところでございます。まあ、社会的フレイル、まあ、フレイルというのは虚弱という意味でございますので、まあ、社会的な交流が少ないということで虚弱というようなところで、まあ、そうしたお話かというふうに存じてございます。でそうした中、本市といたしましてはですね、生活支援体制整備事業という、まあ、これ介護保険制度の一つの仕組みでございますけれども、まあ、まるっと協議体ということで、まあ、地域のさまざまな企業を始めたプレイヤーの方々にその協議体にこう参加していただきながらですね、さまざまな新しいですね、事業取り組み、特に生活支援に対する取り組みをですね、どのような形で進めることができるかということをですね、話し合いを持ちながら進めているところでございます。伊地知事。はい、今まあ、元からある地域福祉委員会などに加えて、まあ、地域包括ケアネットワークの連絡会ですとか、また今のマルット協議体ですとか、市側もこういろんな危機意識があってさまざまな仕掛けをしてくださっているんだろうとは理解しています。こうしたことになかなか特効薬はありませんが、もう共に悩んで何とか解決を見つけ出す場っていうのはもうこれからもますます豊かにしていってほしいなと思っています。ちょっとカッコさんに移ります。市から市の資料をいろいろ見ますとですね、かなり綿密に市内のさまざまな介護事業者のやサービスの事業者の、調査数を作ってもらっていて、人手不足はないのかなってそれ見ると一瞬思うんですが、まあ、再度今の高齢化のスピードについていけるのだろうかというふうな不安も起きます。多摩市高齢者保健福祉計画のこの第9期の計画を拝見しますと、グループホームや小規模多機能などについては将来的な増加を目指しているというふうに解釈していますが、ここの計画に書かれている数っていうのは、まあ、どういった根拠というか推測に基づいて出されているのか、また、まあ、グループホーム小多機は増やすご予定のようですが、特養に関しては現在5施設57577床という形で現状維持というふうになっています。これで本当に足りているという認識なのか、ちょっとこの点をお伺いします。はい、伊藤部長。はい、ただいま2点、大きくご質問いただいたところでございます。まず地域密着型サービスとしてのですね、まあ、認知症高齢者グループホームあるいはですね、小規模多機能看護小規模多機能の整備というようなところでございます。まず認知症高齢者のグループホームにつきましては現状7カ所14ユニットというようなところ、それから今回の給付計画はですね、令和8年度に、令和8年度末までにですね9カ所 14ユニット、あるいは小規模看護多機能につきましてはですね、現在4カ所、看護につきましては4カ所、これらをですね、令和8年度には10カ所というようなところで計画をしているところでございます。で、これらの数値につきましてはですね、まあ、現在どちらのですね、グループホーム、まあ、小規模多機能もですね、利用登録者については上限いっぱいで運営されているところでございますので、まあ、今後必要とする高齢者、認知症高齢者等のですね、推計値をもとにですね、さまざまな観点を考慮しながらこうした計画を見込んでいるところでございます。まあ、一方特別養護老人ホームということでご質問いただいたところでございますけれども、まあ、本計画ではですね、要介護3から5のいわゆる特養のですね、入所の対象者であります、人数が290人の方が現在待機をしているところでございます。でそのうち在宅の方が154人というようなところでございますが、ただ一方ではですね、施設サービスというよりかも、まあ、在宅サービスを中心に進めるという
ということで、まあ、本市も多摩市番地域包括ケアシステムの取り組みを進めているというふうなところが、まあ、前提にある中ですね、まあ、例えばあの特別養護老人ホームを1箇所建てますとですね、まあ、基本的に建設費のところが、まあ、今回のところ独立行政法人の福祉医療機構、まあ、いわゆるワムというようなところなんですが、そちらのあたりが2022年度ではですね、定員1人当たり162万円というふうな試算を出しているところでございます。ですから、まあ、100人定員の特養を建てますと、まあ、6億円から約20億円ぐらいのですね、費用を必要とするということ。それから一方ですね、要介護3の方がですね、まあ、年間かかるお金、費用というのは400万に大体になります。で、400万の方がですね、まあ、100人定員でいますと、まあ、全体で4億円というふうな費用がかかります。で、これらをですね、まあ、本人負担の1割を除いた、まあ、9割を保険運営としますと、第1号被保険者の割合が 23% でございますので、まあ、大体こうしますとですね、4万3000人の高齢者でありますと保険料が年2000円アップすると、まあ、2000円から大体3000円ぐらいですね、アップするということになりますので、まあ、そうしたですね、保険料のアップとかですね、さまざまなことをこう勘案しながら、鑑みますとですね、まあ、現在のところですね、特養についての増設ということも言葉のまあ計画の方には載せていないというようなところでございます。伊地知事。はい、今ご説明いただいた数字、私もこの計画で見ています。在宅の待機者がこの多摩市内で154人、まあ、もちろんね、今特養を新しく建てるの大変だということも分かっていますが、まあ、本当にこれに関しては例えば国費なんかももうちょっと投入してね、ここのところにも力を入れるべきだと思うんですけども、やっぱり市民の側のこういった部門にジャンルに対する不安って多分ね日々強まってると思うんですよ。で、私が関わってるある地域のね、自治会が空白地域になったところで自治会を立ち上げようと、そういう運動をなさってる方々がいらして、私もいろいろお話を伺ったりしているんですけども、やっぱりそういうことをしようって思ったきっかけっていうのが、一つは介護で、一つは防災のことなんですって。本当に喫緊の課題だからだと思うんですよ。もう一人では支えきれない、あるいはもう一人で年老いてしまって、もうどうしたらいいかっていうようなことがもう本当に地域で起きてるわけで、例えばこれ以上特養を増やせない、じゃあ在宅の人をどうやって面倒見ようっていうことでも本当に話がループするんですけども、これが大きな今社会課題になっています。で、まあ、今回災害については後ほどこの遠藤千尋議員が取り上げてくださると思うので、そこに任せましょうかと思っていまして、ただ本当にね、万が一の時に対する市民の不安、これはまさに年齢重ねるごとにいろんな声が聞こえる、年齢を重ねるごとにね増していきます。再度今の状況で大丈夫なのか、特養が建てられないならこの待機している在宅の方々について市の方で難しいとは思いますが、何らかこうしていこうというプランは、あるいは市民に働きかけてくるこういうことっていうような何らか、あるいは問題意識でも結構です。お答えいただけませんか。伊藤部長。ご質問の点につきましては、先ほど申し上げましたようにですね、まあ、基本的には在宅サービスというようなところを基本にしまして、まあ、多摩市番地域包括ケアというようなところで、まあ、進めているところでございます。一方ですね、確かにこう特別養護老人ホームの入所を希望されている方っていうのがございますので、まあ、そうした中ではですね、基本的に特別養護老人ホームというのは介護保険制度の中での入所になりますので、まあ、基本的にはまあ大きな話ですけれども、日本全国どちらの特養でも、まあ、申し込んで入るというようなことはできます。で、そうした中、まあ、例えば近隣というようなところでありますと、まあ、かなりこう定員に空きが出ているようなところも最近は目立ってきてございますので、まあ、多摩市内の施設に限らずですね、まあ、近隣の他市のですね、まあ、そうした特別養護老人ホームの入所というようなところもですね、まあ、ご家族とも含めながら、あるいは本人とも含めながらお話し合いを進める中ですね、そうしたところへの入所というようなことも考えられるというふうに考えています。でございます。伊地知事。はい、ありがとうございます。ちょっと一旦これは切り上げて括弧4に移りたいと思います。ですね、先ほどの答弁でもありました通り、特に生活保護を受給世帯のもう約半分がもう
高齢者世帯になっているという調査がありました。それでちょっと直近で、ね、起きたことがありまして、都営住宅の移転に建て替えに際してお引越しが必要になるあるご高齢の方、単身です。ところが、まあ、この方の場合も老健に入っていたと。でそのお家の中は私も拝見しましたが、もう本当にすごいことになってました。もう今お茶飲んでたのがそのままもう老健移っちゃったのかというような状態でも何年も経っているので、正直もう土足で上がっていいですよ状態になっているんですね。でこの場合の問題が、非常に献身的なヘルパーさんがいらして面倒を見ていてくださったんですが、私のところに何で相談が来たかっていうと、まあ、この人が今は老健にいるけど都住の方が新しくなるときにそこへ移転して地元でやっぱり暮らしたいというご相談だったんですね。でところがここでその相談が何で私に来たか、ケアマネージャーもついてる、ケースワーカーもついてる、生活保護受給の高齢者です。ところがその人たちとそのヘルパーさんは完全に関係が切れてたんですね。でそのヘルパーさんもう何年もその方のいろいろなまあこういうもんが必要、あれがなんとかっていうことに対応してきてたわけですが、まあ、それでは及ばなくなってお話が来ました。まあ、その本当に献身的な努力でその方を支えて、まあ、時には金銭的な負担もあったようです。でなぜこういうことが起きてしまったのか、多摩市では包括的に横断的に、特にはもう生活保護を受給してて高齢者でどう考えたって所管が複数入って支えなければいけない人がどうして行政のその手から漏れてしまったのかということを、私はちょっとこれ結構大きなことじゃないかと思っていまして、これについて市の見解を伺いたいと思います。伊藤部長。はい、まずですね、その個別のケースの対応につきまして、まあ、その方のですね経過等々もございますので、まあ、こちらの方では詳しいところまで分かっていないところでございますが、まあ、一般にですね、まあ、老人保健施設にこう入所した場合にはですね、老人保健施設の中の、まあ、相談員の方というのがいらっしゃいますので相談員の方とですね、生活保護の担当のケースワーカーというところがですね、まあ、コミュニケーションを密にしながらその方の対応というようなことを図っていくというところがですね、本来の筋道ではあるかというふうに思ってございます。でそうした中、今回のそのケースにつきましてはですね、まあ、どのような形で老人保健施設とのその相談員の方々との連携が図られてなかったかというところは一つの確認をするところであったというふうに思ってございますが、まあ、今後につきましてはですね、そうしたケースも含みながらですね、やはりこう関係者が適宜適当な時期にですね、まあ、適宜顔を見合わせながらですね、連携を図っていくというところを考えているところでございます。伊地知事。はい、冒頭伺った通り、個別の課題をまさに市の問題として解決していく、私はこの方お一人であればいいと思いますが、他にもうそれこそそういう献身的なヘルパーさんすらついていないようなケースがあったら一体どうなるんだろうと、もうちょっと想像がね、するだに恐ろしいんですよ。で特に、まあ、これは本当個別の課題なのでこれきりにしますが、ケースワーカーさんと特に完全に切れちゃってて、私たちがこのことで、いやご本人こういうことでお引越し本人はしたいようですよっていうことを言うまで、ちょっとそのケースワーカーさんもこの人に会ってもいなかったし、全然状態つかんでいなかったっていうようなことは、本当今後解消していってもらいたい。そして本当多摩市版地域包括ケアシステムの理想をね、こういう細かいところからコツコツちゃんと実現していってほしいと思っています。さてこうして特に身寄りのない高齢者、これまであまり考えてこなかった、うん十年前の日本社会では課題にならなかったことが今本当にどの地域でも全国的に課題になっていると思います。で身寄りのないご高齢の方、今のお話じゃないですけど、じゃあ病院に緊急搬送されたらどうするのか、退院するときにじゃあ今度はどこでどういうふうに暮らすのか、リハビリどうするのか、介護施設に入る入らない、亡くなったときはどうするのかっていう、こうしたことについて言ってみれば、もう本当に誰が家族ではない誰が支えるのかというときにしっかりしたマニュアルはないんですね。
で、地域によってはもうそこのところをかなり乗り出して意識的に頑張っているところがあります。例えば愛知県の豊田市ではもう単身車椅子のもうちょっと歩けない女性ですね、そういう方が特養に入るときにはその施設と市と社協が役割分担をして誰がどこを担うということはきちんと住み分ける。で、一箇所に当然負担がかからないようにする。また大沼市などではこうした支援のガイドラインをしっかり作って支援のシートも作ってそこのところが明確化されてるんですね。で、そういったようなことを、多摩市でもね意識してやってらっしゃらないことはないと思うんですが、こうした身寄りのないご高齢者のための支援のマニュアル的なものですね、そういったところについてはどのように考えてらっしゃるのかをお伺いします。伊藤部長。特にこうマニュアルというようなところではございませんけど、例えばですね、多摩市社会福祉協議会の権利擁護センターでなどではですね、こうした高齢者安心サポート事業というものを行っておりまして、そうした一人暮らしの高齢者の支援ですね、さまざまな状況が起こることが想定されますので、そうしたためにこうしたことでこう備えているようなところでございます。一方国におきましてはですね、そうした全国的に増えてございます一人暮らし高齢者の支援というようなところで、新たなモデル事業ということも検討されているところでございますので、こうしたことをですね参考にしながらですね、今後の取り組みについて検討してまいりたいと考えてございます。伊地知事、はい、ぜひよろしくお願いします。それでやはり高齢者福祉というと地域包括の役割というものがまたここで大きくクローズアップされてきます。地域包括の役目は基本アウトリーチですね。で、多摩市も5箇所プラス支所もあって見守り窓口もあって様々な形で進めてはいらっしゃると思うんですが、この私はアウトリーチだけでは足りないんじゃないかと思っています。まずこうした多摩市版包括ケアシステムとか地域包括支援センターとかそういうややこしい言葉抜きにですね、市民としては地域に相談できる場所がある、あそこへ行けばそれこそ足悪くっても高いとこ手が届かないけど電球変えたいというようなことから足怪我した車椅子を借りたいとか、ゆくゆくはちょっと介護施設入ることを考えるとか、いろんなご相談をとにかく受け止める。で、多摩市もそれをきちんとどの部署でもやるというお話は聞いています。ですが私としてはですね、この地域に多摩市は2層で10のコミュニティエリアという想定をして、その10カ所にコミセンがコミュニティセンターがあります。また公民館も2つあります。こういったところに私は常設の相談窓口を置くべきだと思っています。今社会福祉協議会では月に1回福祉何でも相談ということをまさにコミセンでなさってますし、また地域包括にしても例えば健康体操ですとかいろいろなことを、ね、場所がなきゃやれないですからそれをコミセンでやってるわけですよね。で、こういう身近なところに困った時にはあそこ行けば誰かが話聞いてくれる。必ずしも介護医療のプロでなくてもいいです。必要なところで必ず届けてくれるという、相談を届けてくれるという人が必ずいるんだという、相談窓口を私は市内にくまなく歩いて行けるところに、理想を言えばです、必ずある、そういう街にしていってもらえればかなりこの安心感違うんじゃないかと思うんですが、この点についてご見解を伺います。伊藤部長。ただいまご質問いただきました点でございます。先ほどですね、議員さんの方からもですね、基本的に地域包括支援センターはアウトリーチというようなお話もいただいたところでございます。で、やはり地域包括支援センターはですね、連絡があればですね、生活場面面接といいまして、施設のその受付の場所ではなくて、そちらのお家に訪問して生活場面を実態としてこう把握するのがですね、その方の支援のあり方を検討するというのは基本でございますので、やはり地域包括支援センターはまずアウトリーチということ
ということでございます。でそうした中ですね、各地域包括支援センターの方でもですね、出張相談ということでですね、5箇所があと年100回ということですね、各包括20回ずつですね、そうした出張相談ということも計画をしているところでございますので、そうしたアウトリーチで補えない分、ちょっと気軽にですねご相談されたいというようなところにつきましては、そうした常設というのはなかなかいきませんものですから、そうした出張相談でこうフォローをしていきたいと考えております。もちろんそうした活動は本当に貴重だし必要だと思います。ただ私がここでその場が欲しいっていうのは、本当にもうそれが自分の日常生活の中にあると、ショッピングセンターのように、あるいは交番のように、そういったところが街にあって、でそこに寄せられる相談も多様だと思いますし、何だったらその働いてる介護職員、介護でなくてもいいです、そういう人たちの相談もあると思うんです。今ちょっと身寄りのない高齢者のこと離れてしまいますけど、多摩市が掲げるその多摩市版の地域包括ケアっていうのは、本当に困りごとを吸い上げて横が連携して、必ず誰も取りこぼさずに、この町でなら自分らしく生きていける、その理想にちょっとでも近づくためには、おっしゃる通りの出張型のサービスも必要だと思いますが、だってそれも人でいりますよね。私は常設の相談場所があって、そこである程度場所がある、コミュニティがある、そこにコミュニティを作るっていうことが、例えばあの人が毎日来てたのに今日来ないわねとか、いろんなレベルでね、いいんじゃないかなと思うので、この場でねやりますというお答えはなかなか難しいと思いますが、そういった考え方のことをぜひどっか頭の隅にでも留めていただきたいと思います。でそういったことの中でね思うのは、例えば今人材不足の話もしました。地域でそれも大手さんはいいんですけど、この地元で単独の事業者さんですが、コツコツもう儲けは度外して頑張ってきたけど、もう本当に高齢化して後継いでくれる人もいない、賃金アップしても応募しても人が来ないっていう中で、そういうところでお話聞くとですね、ただヘルパーの資格持ってる人は結構街中にいるんですよと言われます。ただそういう人たちがなかなか職場につながらない、それはきつい仕事の割に低収入だとかいろんなことあると思うんですけど、でそういう人たちにもこうつながる、でじゃあどうしたら働いてもらえるのかっていうことを幅広く私たちの町の中でみんなで考えられる、本当に夢のような理想かもしれませんが、私はそういう町づくりを考えていってほしいと思っています。特に今申し上げた本当に単独で頑張ってる事業者さん、亡くなっちゃってもいいのか、いやお疲れ様でしたで済むのか、そういったところに市は一体どのような支援の手を差し伸べてくれるのかということは、私は非常に大事だと思っています。それでですね、実は私も資料要求してましたが、折戸議員への、資料ですね、本日のナンバーワンですか、地区別の65歳以上の人口と一人暮らしの人数の一覧表、これ私も同じような資料要求をしてたので、これ流用させていただきます。それで見てみましたら、本当に今高齢化率高いところは50% 以上になっていたりとか、これ見ると心がスッと沈みますが、ちょっと面白いことに気づいたのは、右端にある高齢者一人暮らしの世帯数、これでちょっと全体の地区別の世帯数で割ってみました。そしたら大体、当然ですけど、その高齢化率、世帯の数よりもその単身高齢者一人暮らしの世帯数少ないわけですが、大体一定の少なさなんですけれども、地域によってはですね、貝取、豊ヶ丘、聖ヶ丘などはここ高齢化率高いところです。豊ヶ丘が37超えていて、貝取、聖ヶ丘は4割超えています。ところがそれにしては単身の高齢者の世帯少ないんですね、割合で見ますと。後で皆さん計算してみると面白いと思うんですが、ということはやっぱり地域によっていろんな事情があって、貝取や豊ヶ丘は高齢者は多くても皆さんご家族がいらっしゃるっていうことかなと。そうするとやっぱり
ここでも地域ごとにいろいろなアプローチができるっていうようなこうきめ細かい対応ができると思うんですね。あの市の方ではそういった地域事情に合わせたそういう単身の高齢者あるいは高齢者のみの世帯の暮らしを支えるっていうことをあのどのように今のようにね調査してじゃあどの地域には何が必要かということをどのようにあの考えてこれからの支援を作っていくと思っていらっしゃるのかちょっと似たようなことを伺ってますが再度お伺いします。伊藤部長。ご質問につきましては冒頭申し上げましたようにですね地域や会議の中でですね個別の課題の中からですね地域課題会議ということでその地域に共通するようなですね課題があるかないかというようなところも含めましてですね検討を地域包括支援センターを中心に行っているというところでございます。ご指摘いただきましたようにですねやはり地域ごとにさまざまな課題というのは顕著に現れるところもございますのでそうしたところはその地域課題会議を開く中ですね検討をしてまいります。伊地知事ぜひお願いします。単身の方の多いところあるいは高齢者は多いけどご家族がじゃあ介護してらっしゃるのかじゃあそのご家族をヤングケアラーの問題含めどうやって支えていくのかということをしっかり考えていっていただきたいです。それからですね今年の4月に公表されています厚生労働省の調査ここで見ますと、自治体にもやっぱりかなりの負担がかかっている職員の皆さんが本来の業務を超えた形で支援をしているという実態も分かってきました。例えば高齢者の入院の時に手続きを代行するこういう方が2割寝巻きなど必要な用品を届けるという方も 26% 30% 近くですね住まいなどで入居契約に立ち会うゴミの処分をするさまざまなことをしかも個々の職員さんたちはこれ本来やっていいんだろうかとかちょっと実は権限が不明だけどとりあえずしょうがない僕がやるしかっていうことでやっているっていうそういう回答が多く寄せられてるんですね。で権限が不明な中支援が難しくってやれなかったケースもあるとでこうした自治体の職員さんの中でもやっぱり迷いやもう本当にどうしたら家族のない今までだったら家族が支えるって思ってた高齢者を家族のない場合どう支えるかということが本当に今もう全国で悩みになっていると思うんです。で多摩市の中でもマニュアルはないけれども先ほどねご説明をいただきました。ただそのことを私はもうちょっと意識的にさらにスピーディーに対策を進めないと高齢者の増えるスピードの方が早いんじゃないかと思っています。とはいえ今回私もこの高齢者の保健福祉計画等をしっかり読み込みまして多摩市もかなりいろいろなことをして高齢者を支える取り組みしているというのは分かってきました。特にやっぱりねよく言われる多摩市は元気な高齢者が多いそれは個々の市民の皆さんが意識的自覚的にさまざまな運動や取り組みをしてらっしゃるっていうこともあるでしょうしそれから市がさまざまな健康体操例えば街歩きいろいろなことで皆さんの意識啓発をしているっていうそういう面もあると思います。ただこの本当に高齢化社会って特に多摩市のように急速に高齢化していく社会の先行モデルはありません。これを真似したらうまくいくっていうものがない中で本当に多摩市っていうのはある意味後戻りのできない決して失敗のできないもう巨大な社会実験に立ち向かうようなものだと思うんです。でそうした中では当然多摩市が安倍市長が特に言ってきたように行政だけではできない市民が自覚的に一緒にまちづくりするためにさまざまなこう仕掛けも作りその中でお互いが自覚してこのずっと一人も取りこぼさずに暮らしていく魂にするんだということがそのための努力が非常に必要だと思っています。最後の方ちょっとなんだかぼんやりした話になってきましたがただ今元気な時には全く問題にならなかったご本人ほとんど気にしていなかった一人ということが今の社会では
高齢化していく中で本当に大きな足かせや十字架にならないとも限らないということを、私たちはもう一回の魂全体の問題として捉え直して、どうやって本当に健康まちづくりするのかということを大きな岐路に差し掛かっていると思います。地域住民の不安は本当に大きいです。こうした状況でですね、ちょっと最後に医療の問題ちょっと言いますけど、地域の整形外科が突然閉院するということがここ数年で相次いでます。で、整形外科の特にリハビリのあるところですね、私も実は通ってたから本当わかるんですけど、ご高齢の方すごく多いんですよ。で、そこが本当に突然閉院してしまった。市内でここのところ2カ所ほど続いています。で、私はそういった方々が今どうしてるのか非常に気になるんですね。それについては市としては何らか情報をつかんで今後の対策等を考えていらっしゃるのか伺います。はい、本田保健医療政策担当部長。今ご質問がありましたように、診療所の閉院というのが市内でもいくつか出てきておりますが、その閉院した場合の手続きといたしまして、診療所が保健所に閉院の届け出というのをいたします。保健所からさらに市の方に、連絡が入るというそういう仕組みには今なってございませんので、事後になって我々も気づくというケースが出ております。で、我々もですね、こういった議会の場で地域医療についてのご質問をいただく際には、定例会というのを医師会とも持っております。その時に市議会でこういったご質問があったというようなことの共有をさせていただいております。またその他に、診療所を運営する先生方ともですね、地域の状況などを共有して何ができるのかというようなそういう意見交換も行っておりますけれども、なかなか具体的な対応までには至っていないというのが現状でございます。引き続き我々といたしましては、先生方とも情報交換をしながら、医療を提供する側の課題の把握などを行い、考えていきたいと思っておりますけれども、市がですね、直接そういう診療所みたいなのを誘致するというところまではちょっとなかなかハードルがあるだろうというふうに現状では認識しております。維持地議、難しいとは思いますがよろしくお願いします。本当に一人になろうと動けなくなろうと自分らしく生きられる魂ですね。最後に私は市長に健康まちづくりや地域包括ケアシステムを通してこうした課題をいかに解決し理想に近づけていくのか思いを伺って終わりにしたいと思います。安倍市長。相談社会実験と言われましたけれども、タマニュータウンそのものが日本の中で高度経済成長を支える町として当時働く、しかも30代の働く人たちの、ベッドタウンとして生まれてもう今年で53年経ちます。で、私1期目の市長の時に当時石原慎太郎さんが都知事でありましたが、石原慎太郎さんにお会いした時にこのタマニュータウン都知事が作られた町だからっていう話をした時に、いや俺はタマニュータなんか作ってねえと言われたんですが、いや石原さんが作ったんじゃなくて東京都が作った、つまり製造物責任は都知事にあるんですよっていう話をしました。なんだ俺に製造物責任があるっていうのかって言われましたが、でもおっしゃったように実はそのタマニュータウン、これだけのその広大なエリア一体開発によって、実は千里ニュータウンは一体開発はしていません。その後の江北ニュータウンも一体開発はしていません。言ってみれば一体に開発したところに当時の日本住宅公団、あるいは東京都住宅供給公社、言ってみれば当時は民間の開発ではなく国として東京都としてまさに未来を夢見る町として作ったのがタマニュータウンです。で、そこからは話を解き起こして言ってしまうとあらゆることが実験かもしれません。ただ一方で53年たち成熟化した町の中のそこで暮らしている主役は市民一人一人です。で、今おっしゃられたように確かに地元の先生方もそれぞれの町で町開きがあり、諏訪長山あるいは海鳥豊ヶ丘落合唐木田それぞれが生まれるたびに新しい医院も開業してきました。
で、つまりそういうふうに考えていくと、当然先生方も年を取っていきます。で、先生だけではなく、もちろん地域も高齢化はしていきます。ただ一方で、今申し上げたように成熟化していく中で、私たちもいろんな知恵とアイデアを持っています。私自身も健康まつり、こうの字幸せということで取り組んできましたし、地域包括ケア含めしっかり国に先駆けて多摩市取り組んできています。そして多摩市医師会はじめ、看護師あるいは薬剤師、介護福祉士、いろんなケアをされる皆さんと共にですね、いろんな場を作り、顔の見える関係も作ってきていますので、各部各所管それぞれいろんな事態は把握はしています。ただなかなか今日質問者おっしゃったように、すべて正解というか正しい解を見出せているわけではありませんが、引き続きですね、誰一人取り残さないということで、市民の皆さんに寄り添いながら懸命にこの町に住み続けてよかったという町を作っていきたいなと思っています。以上です。伊地知京子議員の一般質問は終わりました。この際暫時休憩します。再開は3時15分といたします。ありがとうございます。